聞いて比べたいと思います。今57ぐらいで579ぐらいでこの曲が入ってるんですけれども、579ぐらいですよね。はい、今取り替えてきました。 SWR はきちっと、1まで落ちますが、受信感度がちょっと落ちてますね。 S メーターで2メモリ559ですね。2メモリ落ちてます。はい、違い分かりますでしょうか。 J7 の曲ですね。配線キャッチャーと同じロッド3としましょうか。構造は配線キャッチャーと同じ 3A カーボンロッドです。今549559、その程度ですね。もう一度戻してみますね。こちらちょっとチューニングが今日 1.2 ぐらいありますけど、はい、こちら、ロッド1です。また57ぐらい、はい、56から57ぐらいですね。明らかに、ロッド1の方がいいですね。 S メーターで2ぐらいの差がありますね。これでいいですね。この曲入れるといいんですけど、549ぐらい、これロッド1です。549、はい、これがロッド3です。53ぐらいですね。だいぶ受信変わりますね。これいいね。これでいきましょうか。こんな感じです。ウォーターフォール見ておいてください。ロッド1です。はい、このこちらですね。53555、ちょっと QSB がありますけど、平均で55ぐらいでしょうね。変えてきます。ですね。これいいね。S メーターで1か2ぐらいですね、今振ってんのね。これ、ロッド3です。 JL3 の曲ですね。はい、これがロッド1です。はい、はい、これロッド3です。かなり弱いですよね。S メーター1やっと触れるぐらいでしょうか。はい、ということで、ロッド1の方が確実に強いですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。さあ、これ今、ご覧いただきましたけれども、長さが 7.2 メートル、使用してるのは6メートルちょっとなんですけども、同じぐらいで、場所もほぼ同じ。条件は前回と同じなんですね。カーボンキャッチャーと同じような感じで作られているロッド3、カーボンロッド釣り竿ですね。これは赤いキツネ。レッドフォックスという名前がついてますけれどもね。これは僕が前回、実験した、カーボンキャッチャーと同じような、カーボンクロスが敷き詰めてあるような、詳しく製法を、教えていただいておりますね。コメントの方にありましたので、ぜひ、以前の動画のコメントを見ていただければと思います。そして、ロッド1の方が、今までの一番最初から使ってるやつですね。このノイズが少なく飛びがいいというやつ。これがですね、クロス状に編んであるような材質のものですよね。こちらと比べると、配線キャッチャー
ットの実験と同じような結果が出ています。要するにカーボンクロスの釣り竿であれば何でも同じかということではないという、そういう結論に至っておりますね。 3.5 でやってみます。これはロッド3の方ですね。新しいカーボンロッドの方です。10ワットで大丈夫かな。はい、来ましたね。はい、今、3.513 で 10dB で帰ってきました。 10dB で帰ってきました。さあ、それではカーボンロッド1に変えてみますね。さあ、それではロッド1に変えました。はい、来ました来ました。はい、今カーボンロッド1に変えました。ロッド1に変えたところ 12dB ですね。はい、3.513 で 10dB、 これロッド3でした。で、3514で 12dB、 はい、そして19番の方から 13dB 来てますけれども、同じ曲で見ると2デシベルロッド1の方が強くなります。やはり、ロッド3に対してロッド1の方が強いようです。 3.5 に関してはこのような結果が出ました。はい、それでは7メガの送信実験をしたいと思います。SWL がちょっと今日高いですね。 1.2 から3ぐらいありますので、30ワットぐらい出しておいてと、内蔵チューナーの方でいきたいと思います。で、30ワットでいきたいと思います。コスタリカから来ましたね。コスタリカから 10dBTI7 の W ですか。コスタリカから来てしまいました。本当に DX 来ちゃったね。はい、ロッド1です。ロッド1コスタリカから 10dB 1.2 か3ぐらいですね。内蔵チューナーで1にします。先ほどの TI7W 来ましたね。 TI7W ロッド1で 10dB、 はい、ロッド3で 7dB という結果出ました。ということはやはりロッド1の方が飛んでるということが分かりますね。コスタリカの方ですね。 DX にロッド1の方が飛んでます。 TI7W コスタリカの曲 10dB、 そしてロッド3新しいカーボンロッドの方は 7dB という結果に終わっております。TI7W、 そしてアメリカには、今の、ロード3で 19dB と出てます。そんな感じで、コスタリカで比べると、ロッド1が 3dB 上ということになりました。はい、おはようございます。今5時、早朝5時16分ですね。 IK2 が聞こえています。 LZ ですね。5級で来てますね。です。これロッド3です。ロッド3ですね。 LZ3、ブルガリアでしょうか。57から59で来てます。はい、ロッド1に変えます。ほぼ同じぐらいでしょうかね。はい、 LZ は同じぐらいに聞こえてました。ちなみにちょっと聞こえるかどうか。10ワットで試しに読んでみましょうか。ブルガリア、
10ワット届きましたね。ブルガリア、ロッド1です。これ同じ曲のロッド3で呼べないんで、ちょっとこれ残念なんですけどね。次行きましょう。はい、ロッド3です。朝の21メガなんですけれども、ZF2 の VE が聞こえてるんですね。はい、今ロッド3です。ピークが53ぐらいかな。52から53。ジュエルさばいてますね。ケイマンアイランド。これ今、ペディションのやつですね。はい。529から539ぐらいですね。ちょっと、はい、ロッド1に変えました。おっと、受信は、あまり変わらないですね。むしろこっちの方が弱いですね、今ね。ロッド1、今519。BA3MM っていうのが出てますね。はい、今ロッド1ですけども、55から56ぐらいで、569ぐらいで、聞こえてます。これがロッド1です。次ロッド3に変えてみたいと思います。はい、ロッド3に変えました。53から52から53ですね。S メーター2つぐらい違うかなって感じしますね。はい、それでは、送信テストしますね。今、ロッド3ですね。ロッド3から、30W で DX を出したいと思います。リバースビッグも帰ってまいりました。BG4 全部4ですね。1873というのが返ってきました。さあ、それでは、変えていきましょうか。では30ワットでいきます。はい、返ってきました。先ほどの WOM、BG4 の WOM が 18dB。そしてこちら今、15dB。はい。ロッド1の方が弱いです。いろいろやってきましたけれどもですね。実はですね、テストを重ねるうちに、この差をですね、カーボンロッドを伸ばしたり縮めたりしていると、多少、値が変わってきたりなんかするということが分かってきました。それでどうやらやはりここのブランクの接合部に大きな秘密があるんじゃないかと。要するにこの接合部がきちんと次のブランクにつながっているかどうかで変わってくるのは確かですね。それはどうしてかというと、伸ばして縮めたりするときにですね、きちんとこう最後までグッと伸ばした場合と、軽めにこう伸ばした場合とではちょっと感じが変わってくるっていうことがあったんですよ。例えば今日の2日目の最後の21メガ、逆の効果が出ましたよね。それによって性能が変わってくるということが一つの考えられるんじゃないかと。でこのサーの場合は処理されてますけれども、その接合部だけこのようにむき出しになってて塗装がされてないんですよね。塗装がされてない部分がいかに次の段にきちっとつながるかどうかっていうのが関係してくるということがちょっと分かりました。それはこの伸ばし方で大きく差が出てきたということが考えられます。はい、要するにこの結局接合部、まあ余計な塗装がされてない、ロッド1の方ですね、ビスが周りに出られていないこちらの方はある程度普通にスルスルスルって言っても安定した飛びと受信が得られるということがじゃないかなと。表面処理されてないもの、剥き出しのものは安定した受信送信の力が出せるということが分かりました。
だからこちらの竿も決して悪いということではないということなんでしょうかね。さあ皆さん、検証結果いかがだったでしょうか。まあ、いつものようにですね、受信したり、リバースビーコンネットワーク使ったりやってみましたけれどもですね、まあ、全体として、結論としてはですね、ロッド1の方、表面処理されてない方ですね、そちらは安定しているということですね。表面処理されている、配線キャッチャーと同じ構造のものですね、良かったり悪かったり、というようなことが出てきました。で、むしろ最後のテストで、逆転しましたね。21メガの、午前中の21メガでしたけれども、一つだけ RBN が、ロッド3の方が 3dB 高かったというのがありました。あのような結果が出てきたんですね。意外や意外、使えないことはないです。クロス状にするものと、直接こうぐるぐる巻いてあるものと、このその違いというものは、そういう意味ではよくまだわかりません。はい。ブランクとブランクの接合がどうなるかによって、どうやらこの、一つのね、飛びと受けの、受信性能、送信性能の秘密がその辺にあるんじゃないかと。WWR さんもね、そのようなことをおっしゃってましたけれども、まさしくそこの部分にですね、秘密はあるような感じがします。表面処理がしてあるかしてないか。で、ロッド3の方が、ブランクの継ぎ目のところがね、後ろの段に、接合できれば、これは、両方とも、同じように使えるんではないかというような結論なんですよね。で、テストの多くの部分で、ロッド3の方が、受信が悪かったり、送信が悪かったりしたというのは、その部分が、きちんとそのセットアップができてない。接合部が不安定であったということが考えられると思います。まあ僕たち、アマチュア無線官がですね、無線を楽しむ上で、やはり安定して、使うためには、やはり、ロッド1のように、変に表面処理されてないものの方が、もう手軽にできる。さっさっさっさ伸ばして、すぐにいい状態で、使うことができるという結論でもありますよね。まあそんな感じで、まだまだミステリアスな部分は残りますけれども、カーボンロッドの釣り竿をですね、このように電波を釣ることに使わせていただいてますけれども、いろいろなこのことが分かってきて、使い方が上手になれればいつでも手軽にこのカーボンロッドの WWR アンテナが、使えるようになるんじゃないかと、そういうような感じです。はい。決して、ロッド3として使った新しいものがダメだということではないので、今回はレッドフォックスを使いましたけれども、それがアンテナとして使えないということではありません。同程度、またはそれよりもよく、いい結果も一回出てますからね、使えるということが分かりましたので、ぜひその辺をですね、もうすでに、ロッド3タイプの皆さん、買ってしまった皆さん、がっかりしないで、全然使えますので、そこの部分に注意して設置してみてください。手軽に伸ばしたり縮めたりするような場合は、やはり表面処理されてないものが有効なんだなということが同時に分かりました。ざっとですが、今回の実験、緊急の実験、いや、こんな感じで、終了させていただきたいと思います。何かの形で皆様にお役に立てれば、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではお付き合いありがとうございました。 JJYXTG 総長でした。またお会いしましょう。さよなら。